Yes. はい、で今日は普通に家にいるんですけど、で今日やりたいことはまたたくさん食べていくんですけど、でも今日はそのなんていうの、韓国のラーメンとかではなくて、まあいつも通り韓国のラーメン食べてもいいんですけど、あの体に圧倒的に悪いと思うので、納豆を大量に食べていきたいと思います。納豆を大量に食べるんじゃなくて、納豆のご飯を大量に作って大量に食べていきたいと思いますということで、多分この調子で麺ばっか食べてたら多分麺の悪い成分がすごい体に溜まっていって多分麺になっちゃうので、僕ちょっと今日は中和させるっていうことで、なんかあの中和みたいな、はい、今日は中和系配信者としてちょっとやっていきたいと思うんですけど、でも今日はなんか納豆作ってご飯だけじゃなくて、その他にも上に乗せるとかにもちょっといろいろ買ってきたので、ちょっといろいろ調理してすっごい美味しい納豆ご飯を作っていきたいと思います。ということで、とりあえずいつも通りキッチン行ってきます。ということで、キッチンようこそ。はい、で今日用意したものは何かっていうと、まあまずその主役である納豆、この納豆を今日はなんて言えばいいのかわかんないですけど、4パックっていうのかな、4パック今日これをやっていくんですけど、次にこうやってキムチ、なんかすげえ爽やかそうな、なんかちょっと青年がいるんですけど、こうやってちょっと面白そうですねこの人っていうことで、次にネバネバなんで、もう一個ネバネバっていうことで、これおこら、おこらこんな感じで緑色のなんかちょっと長い棒ですねっていうことで、次に卵、温泉卵ポンみたいな、ポンっていうちょっと意味わかんないですけど、これですね用意したものは。最後にこのお米、一目惚れって書いてるんですけど、ここにこれ見た時になんか僕も一目惚れしちゃったので、ちょっとこれにしましたね僕もっていうことで、初めて米買った美味しい納豆ご飯を今日は作っていきたいと思いますっていうことで、あなんかさっきねわざわざちょっとこの掃除機じゃない、間違えた、炊飯器ですね、この炊飯器でもうお米炊いてあるので、3合炊いてあるのでということで、とりあえず行ってきます。ということで、こんな感じで納豆を入れていきたいと思うんですけど、このお皿になんかちょっとめんどくさいなこれ。すげえやば、こんな納豆見たことない。で、ちょっと汁ですね、次汁で、ちょっとだけお砂糖、納豆に砂糖入れるんですけど、こんな感じで混ぜる。めっちゃ酒の匂いするんだけど、これなんなのこれ、なんかケーキ作ってるみたい。食べたい普通に。向こうはっていうことで、次にこれ切っていきたいと思います。これって生で食べれるの？これ茹でた方がいいんだよね、これやばい。これ茹でるの？これってわかんないんだけど、ちょっと待って。っていうことで、あまりに僕の料理の知識が欠如しすぎて、生で食べようとしてたんですけど、このタピオカじゃない、間違えた。オクラ。オクラ？ね、これ。オクラ？わかんない。これ取れてる、これ。取れてる。ちょっと見てほしい。泡の吹き方がなんかすごい、なんて生きてるみたい、これ。こんな感じですごいネバネバしてるんですけど、こんな感じで見てもらったら分かると思うんですけど、これを今から切っていきたいと思います。はい、こんな感じでオクラの量出来上がったの で恐竜みたいになってるんですけど、芋虫みたいな感じですごいなってるんですけど、今日これだけやっていきたいと思います。ということで、ご飯を盛り付けていくんですけど、今からこんな感じでご飯をちゃんとやってあるので、ちょっと待ってよ、いい感じに炊けてる、いい感じ、おいしい、いただきます。向こうは今日はこの大皿に乗せていくんですけど、入るかなこれ。まずご飯敷き詰める、ご飯を、あ、いい感じ、美味しそう。いやこれ絶対やばい、量やばい、間違えたかも。余った分。おほ、安い納豆、やば、量がすげえ。オクラとキムチ混ぜる。全部キムチ入れちゃったんですけど、やばくない、めっちゃ美味しそうじゃないこれ。ちょっとこれも食べて、味見。うん、穴を作って、穴っていうことで、でここにポンっすね、ポン、こんな感じで、もう一個、めっちゃ美味しそう、やばくないこれ、見てできた、やばくないこれ、ちょっと待ってめっちゃ美味しそうじゃね。こんな感じで納豆ご飯が出来上がったので、自家製なんですけど、全部今日は食べていきたいと思いますということで、次行ってきます。っていうことで、こんな感じで出来上がったので、見てやばくないこれ、めちゃめちゃすごくない。でもなんか匂いがね、すごいいい匂いが漂ってるっていうことで、いただきたいと思います。これすんだよね、まず納豆から、納豆ご飯から、うん、やば、めっちゃ美味しい。この納豆キムチご飯じゃない、間違えた、納豆オクラから、めっちゃ美味しそう、やばいよ、こんな感じ、美味しそうじゃない、うん、やばい、待ってこれめっちゃ美味しい、ちょっと待って、もう一回、すげえ美味しい、うん、めちゃめちゃ美味しい、ちょっと待って、コーラ、
なんかね、口の中納豆がなんかネバネバ感があるんで、これ納豆、納豆プラスコーラみたいな、ネバネバコーラみたいな感じで、ちょっと不思議な感じですね。はい、卵割ってみる。卵、あ、めっちゃ美味しい。ここの部分、うん、うん、どんな味かっていうと、ちょっと甘くて、なんかすげえ、ちょっと待って、あのね、卵溶かしたらもうなんか、オクラもネバネバしてるし、納豆もネバネバしてるし、卵もネバネバしてるんですよ。もうなんか、口の中すごかった今。どんだけネバネバしてるんですか？期待ぐらいやばいですね、口に。うん。うん、食えるかな？これやばいやばいやばい。めちゃめちゃある。びっくりしてる、今自分で。うん。うん、うん。やば。うん、卵あんまだな、正直。なんか、ネバネバすぎる、口の中が。これはすっきりしたネバネバなんですけど、オクラと納豆で。卵が加わることによって、もうなんか重たい。もうなんか、セメントみたいな。はい、セメントみたいですね、ちょっと。うん、うん、うん。コーラ。でもコーラがなんか、固形になった、固形コーラみたいな。どんな味かっていうと、甘くて、臭くて、キムチとオクラと合って、ネバネバして、めちゃめちゃ美味しい。うん。うん。これで茶碗一杯分ぐらいあるでしょっていう、嘘なんですけど。なんか、すっげえ、こんなネバネバしたもん口の中に入れたことないっていうレベルで、ネバネバしてる。やばい。キムチがね、なんかすげえ合う。キムチとオクラ、この2つがすごい合う。あうあうあう。うん。うんふん。なんかすごい、今体がすごい喜んでるっていう風に今感じ取れるんですけど、なぜかっていうと、うん。うんふん。でかくね、そんなことより多くない量、これ。うん。めちゃめちゃ量が多いな。まだいけるんですけど、まだ。すんでね。うん。なんだろうこれ。何これ、わかんない。で、口の中に納豆のフィルターがあるんですけど、コーラがフィルターをそこを通ることによって、もうなんか固形になる。固形。びっくりするぐらい意味わかんない。美味しい。うん。でかい。でかさはなんかすごい、なんていうのかな、そのパンチがすごいあるんですけど、お味というか、いや、めっちゃ優しいですね。なんか優しいみたいな。優しいですね。なんかすごい、見た目はすごいインパクトあるんですけど、味はすごい優しいみたいな。なんかなんていうの、正義感の強い、なんていうの、怖い人みたいな。この納豆ご飯は正義感の強い怖い人。うん、腹一平みたいな。腹一平っていう人いるんですけど、多分知らない。うん、うん、大食いはしてるんですけど、なんかそのなんていうの、いつもと違ってすごく気持ちがいい、体にいいもん食べてるなっていう風に感じる。うん、めっちゃ美味しいから見て。あー、崩れちゃったー。あー、やばい、無理、やばい、めっちゃ腹いっぱい、もう腹いっぱい、もうやばいっす。うん、バカみたいにきつい。でかくね、これ。でかくない、なんか断崖絶壁みたいな。うんふん。さっきのトーストみたいなでかいやつ食べたら、なんか一瞬口開けすぎて耳が聞こえなくなって、一瞬びっくりした今。待って、俺こんだけあるけどさ、もう無理。あー、もう無理っすね。まあ、あと一口だけ食べて。うん、こんだけ、あと残りこんだけ。あ、でもこれやばくない？結構食べてない俺。自分でも褒めるんですけど、なんかすごい食べたと思うので、最後コーラ。無理なので、これ。ちょっと、味はめちゃめちゃ美味しいんですけど、ちょっと休憩しまーす。
ていうことで、さっきね全部食べあったんですけど、全部食べ正式には全部食べあってないんですけど、やばい、めちゃめちゃ美味しかった。本当に今のお腹の状態を説明すると、あの韓国ラーメン食べたの特有のあのくどさ、気持ち悪さが一切ないので、そんなに腹いっぱいみたいな、腹いっぺーみたいな感じ、腹いっぺーなので、ちょっとなんかさっきのやつちょっと同じようなレシピ作っていただいたらすごい美味しいと思うので、本当にめちゃめちゃ美味しいので試してみてください。あのよかったらインスタグラム、ツイッターフォローしてくれるとすごい嬉しいです。ということで、もう何もないので終わりたいと思います。